よっちの話はもうし,しないって昨日言ってたぞそう。しかも俺聞かなかったわ。あの、<laughs> なんか聞けなかった。<laughs> あ、そうなんだ。結婚するんだ。よかったな、よっち。<laughs> ってあの、ものすげえ社会人の顔で言った。<laughs> よかったなー。おめえも初対文字だなー。<laughs> おめえもよ、そろそろしなよ <laughs> って言ってた。<laughs> 今度よ、バーベキューやるからよ。おめえも来いよ <laughs> つって。いつの間にかなんか、家族の一人として数えられてた。いつの間にか。 仲間元気そうだったよでもすっげえ <laughs> でも一個だけ言いたいことがある多分よっちめっちゃ怒られるけど一個だけ言いたいことがある言っていいかみんな耳忘れてくんねよし電車の中でプロポーズした楽しい <laughs> <laughs> おお席入れべえつって山手線の中でプロポーズした楽しい <laughs> それだけは言わせてくれ怒るだろうけど 今日飯付き合ったから許してくれ山手線の中でプロポーズョンおいそろそろさ俺らもそろそろ俺らも席で飯出しよいいじゃねえか何がいけねえんだよそれの最高じゃねえかかっけえだろ男らしくねえか俺もそうすべ <laughs> そろそろってなんだよお前お前の言うお前の そそろろっっってなんだと思思たたけどにお前の「そろそろ」ってなんだよと思ったけどそっかーっつっていやでもさ場所は関係ねえ俺俺フォローの達人じゃんほんとに関係ねえよっっそんなの言ったわそうやって幸せだった なんかいろいろ話していこといっぱいあんだけど、もうちょっともうちょっと落ち着いてからするわ <laughs>。もしかしたらすぐ別れるかもしんないからさ <laughs>。一年ぐらい経って、あ、もうちょっと、もう大丈夫だなって。思ったら言うわ、いろいろ。なんかでもいい子だったよ、すごい。すごくいい子だった。 多分俺の視聴者ねえ、俺ねえと思うんだよな。聞けなかったの、本当に。それだけは聞けなかった。だってさ、俺偉そうじゃねえ。何おめえの女俺の視聴者なのみたいなこと聞けねえだろ。普通に考えて。お前そんなこと聞けるやついねえだろ。結婚の報告をしてくれるっていうのに、何おめえ何おめえの女俺のあれなのつってファンなのみたいなこと言えねえだろ。普通に言えねえだろ。冷静に考えたら。 で、よっちゃんからそうやってカミングアウトされたら、あ、そうなんだって言おうと思ってたけど、それ、そういう話にならなかったから、全然、普通の子だったよ。マジで。普通の子だったよ。本気で。